普通になんか普通に呼吸してゆっくり深呼吸して、そのハッてしたらそれはさ、うん、違うね。普通に深呼吸して、はあ、どうしたそんなどうしたどうしたどうどうどう死ぬ死ぬちょっとちゃんやめて今10分ずっとだからねえねえ違ういやいや分かった乾燥するけど上がって5分ちゃんよなんかドランクんうちこれマジでこのピシって思ってるのやめて、あマジで金玉フェイスって言われてるからこれ金玉フェイス自分で言ってんのこれ確かにね。会議の結果、うん、はい。チャンユが子供を産んで新メンバー。メンバーとか言うなよ。次は新メンバーそうだよ。子供のこととかって本当におるみたいな。で、いないけど。で、絶対小学校も行かせんし、中学も高校も行かせない。うわー。すげえ子供になりそう。おゆたもうやばい。ゆたも小学校になったらやばい。最悪や、最悪って言うな。まあでもいいっすね、だからその一人ずつ子供が増えていくのは、チャンユが。え、うちどん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 増えていくの?3人ぐらいいけるんじゃない？ふざけんな。大丈夫この話。大丈夫この話。お前ほっダメだろダメだろさん6割出てるぞ。もう眠くなっちゃう。どっちだな、どっちだな。やめて。どっちだ、どっちだな。もう。眠いの。寝てたんでしょ。そうなんだ。だ。な。視聴者さんに大好きって言ってよ。キモいお前ってかお前のお前の iPhone から毛が生えてるよ。写真撮ってる。いや本当はもっといいやつ行きたかったけど、Amazon だったら間に合わんけん。このワンサイズこれ。ベケこれ。ベケヤンキーみたいな感じ。ヤンキーマジヤリヤフィーや。ちょっと待って持って。あ、持ってなかったな。あらチャンユが。これやばいね。人参のコスプレ？ナルトでしょ動画。ナルトとは雲泥の差があるけど。ん？人参のコスプレかと思った。そうだね。あ、ちょっと会話が成り立たないのでもう行きます。じゃあ順平はちょっとまだ何も準備してないですね。じゃああの変態おじさんがどっか。あ、彼もまだ準備中。まあ彼はまずね。着替えよりも何よりも口臭がやばいので、はい、うがいを入念にするようにしています。口臭はもう大丈夫です。あ、もうケアした。ねえ、んコスプレしたもん。歯磨きしたよ。違うコスプレ。コスプレあ、してるよ。ほんともう。おー、あ、いつものですね。そうよ。俺あと帽子かぶるね。あんびで準備してますっていう動画です。私はこれです。 JK ポリス参上。あ、でも2回あ、痛い。いや、それは見えるよ。あ、見えるやん。あ、見える。見えてなかった。あ、見えてなかったでしょ。叩かれた瞬間見えた。こういうのももう分からんってことやろ。やば。なんでチラチラ見えなかったってそういうこと。本当に見えんから今回してます、大家さん。いや、つけてたらこっちの方が見えないから。いや、だってこいつはもうさ、見慣れてるやん、こいつのこの格好は。まあ、元気さんと純平ぐらいなんよ、いつもと違う格好といえば。ね、元気がノリノリなのももう俺は意味わかんねえんだよ。まあね、なんそう、ナルト、ナルト知らんやん、ほんとに。ナルトでも見てたよ、多少。見てた、まあ、昔はね。でもこのナルトがじゃあ何ってかわからんやろ。それはわからん。ほら、もう。嘘そう、人間もつっつ。マジか。大人の。あ、いや、そこです。あ、そうなんだ。青年期。しかも、お前、この。アカデミーするよ、ね。そのさ、このお面をさ、作る帽子をフェミニスト帽子使うなよ、お前。それバッグやばいから。普通にバッグやばいよ。後ろやばいよ。結構見えるからね。充電
やば。こう、こう、ちょっと待って。全然ちょっと違う反応になって、びっくりしたよけど。こんな感じなんや、茶湯。違う。そっか、いや、ごめんな、なんか。やだ、違う。皆さん、参考までに。人間くん、人間くんは、こんにゃく麺みたい。英語がわからないあまりに、バリアワを頼んで。辛さ10倍バリアワ。もったいな。いや、まあまあ、うまい。せっかく一覧来たのに。したらいいね。うわ、あいつやべえな。おお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 サーモン？サーモン？うわあ！嘘やろ？いや、ちょっと待って、お前、引いてる、怖い怖い怖い、本当に本当に本当に、お前マジ。無理でーす。やらんのかい。はい。あなた興味なそうで、なんか今クリストファー通り歩いてたらなんかめっちゃギャラリーがいて、なんか通行止めになって、なんか見た感じ、なんかテレビの撮影をこの人かな？この人やってるっぽいんですけど、有名な方なんですかね。なんかニュースだろ、わかんない、ニュースかな、何のニュースだろう、ハロウィンのニュースってこと。でもニュースにさ、こんなみんなさ撮る、こうやって、まあ、うちもその一人なんやけど今なんか気になります。ちょっと誰かわかる人いたら教えてください。This is the last stop for this train. This train is out of service. All passengers must exit. Thank you for riding path. Oi, 降りてくんなよ。ね。これもうここ終点やからどうしようもないんやけど、一回ね俺寝てあっち行っちゃったんだよね。あ、そうなんや。そしたらあそこの線路のど真ん中でこれ止まって、お前どうしたん。いや、駅員さんが見回りに来て、うん、もう一回戻ってくるの。これお前やばく、迷惑かけんなよ。よかったね、今日もそのまま行ってほしかったんやけどね。いやいやいや、あ、早いよって最低だよ。今の何マジ早いよ。いや、今やばかったよ。なんだよ、いいか、何え、うわー、何、あ、そういうこと、やだやだやだよ、うわー、うわー、おい見て、うわー、何、すごい、あ、そういうこと？おお、本当にもうちょいやってみる。あ、そういうこと？ほら、わあ、防水なんや。靴下が、靴下が。でもめっちゃ弾いてるよ。あ、でも待って、上がすごい。ほら。いやー。やばい、お前飛び散ってる、こちらですね、あの、YouTube ジャパンの今回の、まあね、あの、旅行とかをね、ちょっと支援してくれた。あー、そういうことか。お友達の、はい。またお友達がやってらっしゃる、はい、ブランドなのかな、うん、でちょっとね送ってもらったんで、すごいよ、ちょっと実験してみてるんですけど、え、すごいね、撥水がね、撥水えぐいよ、本当にすごい。え、これ見える、わかる、これ、でもこれがあればもうあなたはサーモンし放題。はい、サーモン、うわー、また来たー、アイムサーモン。アイムサーモン。下じゃないのよ。サーモン、すげえ、ほんとじゃん。でもズボンも弾いてるわ、ちゃんと。お前の、こちら、アイスミさん、はい、もしね、サーモンチャレンジとかをされる絶対おらんやろ。いれば別にサーモンチャレンジじゃなくても欲しい人いるでしょ。普通に人間みたいにさ、ソースとかで服汚す人にはいいんやない。あ、確かに汚れにくいんやない、普通に。確かに。
ください。じゃあ意味いいって、ちょっとこっち向いてよ、こっち向いてキュッハハハ。なんかいやっぱさ、美容に気使ってさ、よくやるよ。いやでも初めて見たやん。ホテル探してる。なんかホテル探してんの。おい、取らなくていいよ。取ってくれ。150くらいあった。お前こんなんその子が見たらどうすんの、この映像。そうだ。いや、まあでもしょうがないよ。いや、リアルだな。いやカットしよう。順平カットして、カットね。絶対カット、いや絶対カットしないね、これ。サーモン、よっしゃー。いや、はい、戻ってください。いや、何ですか、戻ってください。無理だでいいです。本当はこう、本当はやりたくないけど、前回やったってことですね。やめてくれよ。サーモンチャレンジの実態。いつものやるサーモン、いつものやれる、いつものやれる。どういうこと、いつものやれる。いや、それもダサいな。やりたい、やりたいけどやれない。なんでですか、やれない理由は。今日データがあるから。気持ち悪い、ダサい、動き気持ち悪い。今日デートするんだけど、それでホテルがさ、俺狙ってたホテルが売り切れちゃったよ、さっき朝まで、昼まであった。なんかマジでホテル探してる、必死に。そう、純平さんがあの唯一のラブホテル、ニューヨークで、それ見つけてくれて、でそこ調べたら、でまあ値段も良くて、しかもその近くにはリトルアイランドっていうめっちゃ雰囲気のいい最近できた公園がある。純平が教えてくれた。はい、つまり今日お前は、いや、どういうこと。リトルアイランドに行こうって言ったらすぐそこにホテルがあるから、もう当日になってリトルアイランド行こう、近くにホテルある、行けるっていう、もう完璧な流れができたわけ。じゃあつまり今日お前は何ができるんですか。いや、ちょっと見えた。だ、今まで本当に見えてなかったけど、今見えた。俺はうるさい。今日は抱けます。何これ、ちょっと待って、俺も絡まってる。俺人間が持ち帰りチャレンジを、プライベートでして、しかも入念に計算し尽くされた。ニューヨーク日本人女子なんですよね。で、まあいけないだろうと思う、僕たちは当然思ってた。ちょっと煽った部分あったよね、うちらも、ね、行けよみたいな。もちろん行けないだろうと思ったら LINE が来まして、 お店出る前報告、順平紹介の店がさすが大混雑で人多すぎたので手をつないで店の外へ。手つなぐってもう結構あれけどね。もう少しストレートに言うべきかと反省、今からリトルアイランド行きますよ。え、今何時ちなみに。22時37分。あ、もういい時間。時間的にはまあ1軒目は確かにもう終わっていい時間、うん、で、まあ、リトルアイランド行って、まあ、もう一軒行かんのや。いや、もう一軒リトルアイランド行って、もう一軒バーとか挟めば行けそうやけどね。このリトルアイランドは降りても30分ぐらいだと思うよ。そんな長くない、まあ、いや、そうやね、あそこ。あそこはもうだって男になりますよ、海の前で。そこで決めて、まあ、ギラついて言うな、お前が。ギラついたことないよ。ギラついて、で23時に、うん、帰る、どうするみたいな、まあ、2軒目行くのか、ホテル行くのか。いや、俺もこう見てますけど、ギラついたこと本当にないから。人生多分一回もギラついたことないんだよ。うちらマジでギラつかなかったから。ギラつくって何、わざわざ作らなかった。今人間の話だから。いや、まあすごいね、まあ、でもまあ手つないだの普通にすごくない。あいつの成長やね、まあそのあれからしたら、うん、いや、まあ気になりますね。昨日は3時4時ぐらいに帰ってきてましたね。3時4時ぐらいな。まあじゃあ、まあ先にズバリ、はい、結果だけ教えてください。打診してない。ええー、そもそも打診できなかったです。あ、そうなんだ。でも手をつないだのに。手は本当に5秒ぐらい。はどういうこと、何それ。つないで、あ、ちょっと俺もあんまこっちのスタンスであんま折りたくないんだけど。俺あんま強く言えないわ。あ、そうだ。混んでたね、順平が教えてくれたバーのところが、まあ、クラブみたいな感じだった。入場制限みたいなって、で、はぐれちゃダメだからで引っ張って、お前それ、ちょっと待って、それのこと手つないだって LINE で報告してきたん。もうやばいね、お前やばいね。お前ふざけんな。ふざけてねえ。ふざけすぎやろ。手つないだだろ。
いや、舐めてるよ、それは。これは何秒から手つなんだ。手触ったって言うんですね。いや、それは手に触れた。握手、ほぼ何出しましたね、なんでそんな遅くまで思った。そう、で、結局どうなったの？2軒目行ったってこと？いや、2軒目行った。もうそんな遅くなるんですよ。でも3時間やったけど、本当よ。あ、それは俺が駅で寝ちゃってお前、キモ。お前電車2本ぐらい乗り過ごす。取られるよ、ほんとに。向こうがその、ね、俺がなんかそういう話をしたらすぐに帰るから。あ、もうそれもうダメや。キモ。いや、どういう話した？ちなみにその、いや、それ、お前のその話。あ、押すね。あ、押すね。え、そうそう、好きなタイプないとか。おい、何笑ってんだよ。いや、でも俺はまだ諦めてない。その子、てか、まあその感じの子は一回でいける子じゃないの。てか人間は一回でいける人じゃないの。まあそれはそうそうそう、向こうって人間やん。うん、お前、俺元気じゃないもんだって。え、気づいてた？それ。いや、もうみんなが押せてくるから俺もその気になっちゃったんだよ。本気にするからよ。俺なんか、まあ、いやいや、いや、笑えない、ダメダメダメ。なんか、まあ、挑戦者は讃えようよ、それは。そうです。まあ、頑張って、気合いは入ってたね。まあ、まあ、2、3回、あと1、2回行ってからやと思うけどね、その子の感じと人間の感じは。顔的にやっぱすぐさ顔で判断すな。会ったこともねえのにさ、じゃあ順平のせいで口元めっちゃ見ちゃう。本当によくない。実際どうやった、どうやった、その目線で見て、その目線で見て。マジでうまそう。マジでうまそうやばい。テンション上がったよ、それで。さらにひどいよ、ひどいよ、本当にひどい話してる。本当にこれ女性刑事よ、本当よ。いや、刑事じゃないよ。刑事じゃない。特徴、足が速いってことでしょ。ああ、なるほど、足速いって一緒でしょ。なんとでも言えるな。いや、チャイドの自称はそのバキュー。いや、言ってない。聞いてないよね。それ、なんでそんなって言ってないけど。自称死ぬ気でやる。死ぬ気でやらん。まあ、あれね、その、この動画俺がやらせたんじゃなくて、お前勝手にやったから。おい、みんなのプランクだぞ。殺人勝訴になっちゃう。はい、でもじゃあこれ遺言残しとこう。俺が死んでも俺の責任だ。心置きなく死んでもらった。やばいね、こんな仲間じゃねー。友達いいんだよ。やばい、あんまちょっとあしらわれてるよ。そうかあれ。え、ずっと友達よ。めっちゃ喋ってる。友情あるから。本当にある。あるよ、友情で繋がってるから。言葉なんていらない。どんな感じなんだよ、これ。それ日本やったら怒られるから、どうなるの。怒られるのかな。人間くんが道端で買った新しい帽子。帽子？帽子なのかな、これ。帽子かな。覆面。まあ、あれだよな。違法無修正動画ハメ撮りしてるやつが被ってるよね。してる。顔バレしないように。してるわ、これ。いや、これ、だいぶ浮き上がるよ。いや、これで。彼ね。笑ってるんです、めっちゃ。はい。で、何を見てるかっていうとね、今、うん、ビキニポリスの編集しながら、うん、だからお前を見ながら涙流して笑ってんの。うわ、嬉しくないの。いや、横でめっちゃ嬉しかった今。え、裏嬉しかった。僕今も笑ってますから。ほら。いや、でもすごいね、俺結構ね、お前のね、うん、そのビキニポリス系の編集とかやってる時に、うん、結構笑ってるよ。あ、そうなんだ、うん。いや、俺大丈夫かなって思ってたから、これ撮影してて。いや、面白かったよ。いや、素晴らしい編集です。でも、よかったね、いつも。ちょっとやっぱ、いつも。いや、おもろいけどね。おもろいけど。いや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 、ちょっと見られてほしいよね、本当に。いや、見られてほしい。あ、なるほどね。おもろいけどな、これ。なんかさ、俺、ずれたから、めっちゃおもろくね、どうなの。わかんない、チャイ的に。なんだよ。本当歯磨かないよな。ちょっと待って。いや、これダサい。じゃあ今歯を磨かせそうなやつしましたよね。いいですか。はい。でしょ。でうちらが言ってきてきましたよね、歯磨く。今日だけなんだ。違います。いい加減にしろお前。今日だけなんだ。やめろ。もうでも多々あります。昨日も何か言われませんか。今日だけだ。次またあなたが歯を磨いてないことが発覚したら。1ヶ月歯磨き日記。うわあ、地獄が歯磨くな。だって今ぐらいいい話やもんな。おー、じゃねー。
もういいよ。登録してほしいよ。はばー。